てください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。よろしくお願いします。お願いします。おいくつですか？突然ですか？はい、25です。あ、僕28歳です。初日が見しません？昨夜死んだのは2番のプレイヤーは発言してください。そうですね、初日神以外何でもありっていうところで初日神をする、その根性なかなか見上げたものだと思います。うん、そうですね、まあ名乗り出てほしいですね、そういう場合はね。3番のプレイヤーは発言してください。あの、聞こえますかね？あの、このゲーム2回目なんで、ある程度把握しましたけど、自分は今占い師になりました。で、それでちょっと6番が素晴らしいと思ったので、ちょっとあの6番さん大好きなので、ちょっとあの6番さんをちょっとあの見たところ、人狼でした。あの皆さん、あの1回でいいんで僕信じてください。あの本当に、あのマジで僕は占い師で、6番は人狼です。あのマジです。僕はあの本当このゲーム2回目の初心者なんですけど、あの初心、このゲームは初心者だけど人狼はわかります。皆さんお願いです。信じてください。本当に6番は人狼です。初めてでよくわかんないですけど、こう、占って、こう、7701が赤くなってます。これはおそらく、これは人狼で、人狼陣営ですって出ました。これは、皆さん、俺は信じてください。お願いします。4番のプレイヤーは発言してください。どうでもいいけども、初日、神。なしでしょ、もうそのルール。え、1と3さっきもいた？もうその時点でもう自爆。全然記憶にございません。あ、もう初心者とかどうでもいいし。3番、え、3番が何？え、配信者なの？もうそのどうでもいいけど、うん、で、初心者が6番に入れておいてて、うん、6番ももうだいぶやってるけど、さあ配信者、ほんでそれ面白がってやってんの今ってこと？っていうか続ける？これどないすんの？いや2番さんかわいそう。嵐プレイヤー3番、うん、全員で殺すってことやで。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、6番さんの魅力やばいですね。4桁いってる。サンバさんが占い師さんで、いや、やめた発言。死んでください。6番さんも占い師さんなんですか？死んでてください。マジでやばいんだけど。6番のプレイヤーが発言してください。サンバさん配信者なんですよね。あの、初日が身にすんのやめてもらっていいですか、3番さん。あー、もうほんとクソつまんねえわ。2番さんにはほんとなんか申し訳ないのかわかんないけど、とりあえず早く自爆してくんねえかな。2人いいんでしょ。うん、1番さんは分かってくれてると思うけど、3番が配信者ですよね、1番さん。さっきだって1番さん、3番さんが配信者とかって言ってましたもんね。なので、あの、僕はもう1番さんを信じて3番さんが、配信者だと思います。で、初日髪をして、遊んでんのかなっていうような感じかな。もう白々しいよね、配信者。配信者ぐらいしてるでしょ。まあいいや、回すわ。とりあえずもう俺は3を釣る。何が何でも3釣ります。以上。1番のプレイヤーは発言してください。でも今のところ占い師いないから、3番さんが真じゃないんですか？配信者がどうであろうとも。だったら6黒でもう6やっていいんじゃないですかね。あー、裏切りきた。配信者だろうとも、裏切りきちゃった。6ですか？6やりましょう。裏切りきた。全然6でいいと思いますよ。これ3番のプレイヤーは発言してください。
あの配信者が人狼かどうかあの分かんないですけど、あのマジであのあれです、僕これ2回目で、あの目です、僕あの僕の人のあの分かります、あの椅子座ってる自分の人、あの上僕の頭の上にはあの目みたいなのがついてます。本当です、本当です、あのマジで信じてください。あの僕はこれはあれですね、あの本当です、マジで、あの本当ゲーム2回目で、あのお願いします皆さん信じてください。あの僕を信じて損した方はマジでもう本当裏もうやめて、ちょっとなんか爆弾え、あの本当に僕は占い師です。であの6番をあの真っ先に占いました、したらあれでした、本当に信じてください、お願いします、あの皆さんを信じています。4番のプレイヤーは発言してください。うるせえもキモいわ、3番キッズ愛人者がよ、お前13ね、もう1313ライン見えたんで、うん、死ね。いや別に3番もう一回聞く、6番さん、いや気持ち悪い、もう俺もキモいからもう早くもう釣りたいけど、うん、もう13で終わりやろ、うん、うまくやれよお前、おもんないよ、だから配信もカソカソやろ多分お前、うん、1人か2人かしか見てないんちゃうんかお前、マジキモいからほんまに、うん、13 13ね、どっちから行く、5番3位どっちから行く、俺1番5番のプレイヤーは発言してください。それじゃあ私6番さんからいきますね。え、6番のプレイヤーは発言してください。はい、俺から行くの、俺から行くの、5番さんは俺から行っちゃう、俺から行くのかな、うーん、そう俺から行くんだ、まあとにかくどうだろうどうなんだろうね、俺から言っちゃうんだ5番さんは、ね、よくわからないんだけどさ、どうしようかな、俺はじゃあそうだな、じゃあ俺1番さんから行くわ、じゃあ1番さんから行くね、俺は5番さん、はい、じゃあ4番さんも、僕は1番さんから行きたいと思います。以上、信じよう。一番のプレイヤーが出ました。危ねえ。ゲーム終了、人狼の勝ちです。お疲れ、お疲れ様、お疲れ様でした。私が人狼でした、何か文句ありますか。お前ほんま意外せえよ。私が人狼です、何か文句ありますか。お前ありますか。ガキやろ。ねえ、なんで僕の言うことを聞いてくれないんですか。ガキ、クソガキじゃないんだな、実は僕28歳。そういった、僕は信じてくれてもよかったじゃないか。そうだよね、3番さん本当にかわいそうだったよ、君が本当にね占い師だったのになんで信用できなかったのかな、やっぱ人間性というか自分自身に問題があるのかなと思います。残念だね、ほんと4番さんもね、僕を信じていただいてありがとう。やっぱ人を見る目ないね、悔しい。もう信じてくれよみんな、一さん黒いんだよお前たちは。いや俺が人狼だったんだよ、初日が見しちゃったんだよ、なのにもかかわらず俺は疑われなかった、助かんな。お前やべえやろ、頭おかしいやろ。頭正常だよ。やべえってそれは本当に。え、何がやばいと思うの、教えてじゃん。子供っぽいよさすがに。ん？何？子供っぽいよ。子供っぽい？なんで？
そうだね。ちょっと2回もちょっとやって、だってあれでしょ？うん。プレイヤー情報を見てから、人狼113億しかしてるから、本当にずっとこれやってきたんでしょ？そうだね。すごいね、113回って。そう、すごい、すごいと思うけど、別に子供っぽくはないと思うんだけど。じゃあなんか、ダイヤ20個使ってから。6番、魅力すごいよね。まあ、YouTuber だからね。ああ、なるほど、なるほど。別に悪いことしてるわけじゃないし、初日神ありの部屋で初日神してるだけだし。ここ初日神なしの部屋です。なしの部屋じゃないけど、初日神ありの部屋だけど。なしの部屋でしょ。なしの部屋じゃないんだよな、ここ。ありの部屋だから初日神できるわけじゃん。じゃあなんで初日神できたの？3番はほんまに YouTuber なの？待って。初日神ありの部屋だから初日神ができるわけだよね。ありの部屋だ。うん、じゃあありじゃなかったらできないじゃん。そうやったの？俺別に間違ってることはしてないと思うんだけど。あ、分かった、分かった。だよね。結局、あの意味って何なんですか？負けるの一番。いや、だってさ、俺、みんなに言いたいんだけど、ちょっと待って、みんなに言いたいんだけど、これさ、騙すゲームじゃん。いや、いいよ、いいよ、別に6番。そう、だ、それはいいけど。そう、騙すゲームで、騙された結果、あなたたちが騙されたわけでしょ？俺に。うん、それで後からなんか初日神が汚ねえとかって言われてもしょうがないよね。だって初日神してさ、俺疑わなかったわけなんだから、それじゃ俺の勝ちでしょ。ぐちぐち言わないでくんない？七瀬だって、くっせえ名前やらまじ。誰？3番が言ったの？腐ってんな名前が。誰が言ったのかな？もう名前からフランシューがします、すいません。3番？はい、じゃあ3番が言ったんだね。6番さん怒らんの？七瀬ビーム！いや、七瀬って名前が腐っとることに今気づいてん。なんかすげえめっちゃ送られとうやん。じゃあ何もらえるかなんか。これ何？これ分からん、俺は全然。それで何なんかもらえるちゃうど。君の魅力なーに教えて、今から見ちゃおう。子供をいじめてしまったことがもう、あらららららら、マイナス115。え、俺の魅力は何かな？その初心者なんてあなたの魅力の見方は、俺の魅力は1500だね。君とじゃ天と地の差だね。名前なんてディスりやがって。お前なんだよ、ガラパガラパって。ガラパでいいんじゃねえの？なんで2個連続でガラパガラパなんてやっちまったんだよ、ガラパさん。1個じゃ不満なんだよ。声も変えちゃってさ、何言ってっか分かんねえし。お前バカなんだよ、バカな。他人が言ったことにすぐ流されてしまうバカなの、お前は。ねえ、もうやめて、そういうこと言うのあんまり得意じゃない、先生な、ほんと。やめだったら人狼殺やめちまえ、お前はゴミが向いてないから。やめて、そういうのやめて、ほらもうね、もう他人生で楽しいか、自分の人生うまくいってないから、こういうもうまだもう未来がある。いや、ちょっと待って、俺自分の人生めちゃくちゃうまくいってるから、こういうね、道楽、もう俺の中では道楽だよ。わかる？道楽って。どうだか分からん。うん、分かる？俺の中では人生がすごくうまくいっててね、配信インターネット上でもすごくうまくいってるから、君みたいなやつを茶化してるんだよね。分かるかな？いや、今の言い方席かよ。いや、席でもなんでもないんで。お疲れ、ガラパさん。それは逃げとみなしますよ、僕たちは。あー、僕たちっていうか、あの、ほぼ俺のリスナーなんで、僕たちではないですね。お疲れ、じゃあね。おい、こもって、なんて言ってるか分かんないの。なんすか、なんて言ってるか分からないのに。僕たちって言ってるけど、キモいんですよ。ほぼ俺のリスナーなんですけど、僕たちってどういうこと？教えて。いや、何、なんだと。そうだね、俺は配信者で YouTube で今ライブやってんだけどさ、500人ぐらい見てんだよ今。600人か。
500人で胸張んな。いやまあなかなかすごいと思うんだよね。あの君がじゃあ500人という立場で言ってるんだったらいいと思うよ。はい。でも君じゃ呼べないじゃん、はい、人って。俺は呼べるんだよ人。でも君は呼べないのに500人で胸張るなっていうのはおかしいよね。いや一応一番を呼んだと言っていいでしょ。うん、だからあの500人で胸張るなって言ってるけど、じゃあ500人君呼べるの？じゃああの500人ぐらいで胸張るなって言ってるけど、それってあなたが500人を呼べるんだったらそう言われてもしょうがないかなって思うんだけど、500人呼べるの？まあ頑張ればいけるんじゃないですか。うん、じゃあ今呼んでみてください。いやじゃあお前も今呼べよ。今呼んでるよ。何人いるんですか？今616人。あ？今616人見てるよ配信。夜中なのに、こんな2時になる前なのに。え、マジでなんて名前ですか？え、おちょくりハマー。いや、名前くさ。うん、じゃあの検索しておちょくりハマーだから。あはは、最高ですね、おちょくりハマー。あはは、面白いですね、なかなか。ギャグであると思う。じゃあちょっと見てみて。じゃあどういった由来で、どういった由来でそれほど名前をつけられたでしょう。え、一体、どういった由来でそのような名前をお付けだったでしょうか。ガラパガラパあれだけバカにするほどですね、七瀬も来た。え、おちょくりハマー。おちょくりハマー、どのような由来があってその名前をお付けになったんでしょうか。ちょっとお答えいただきたいですね。あれ始まっちゃったよ、始まっちゃったんだけど、始まっちゃった。ちょ、もう抜けたいんだけど、ここガラパ君とお話ししたのに。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼ガラパ君で人を殺してください。はいです。はい、スパチャありがとう。スパチャ240円ね。はい、ガラパゴスです。あの今回ですね、あの再生回数稼ぐと思って僕はこいつです。あれは3年前の動画です。あのおちょくりハマーさん、この動画を見てですね、です。さあもうやられたからにはしょうがない。ガラパゴスのリスナーたちをおちょくりハマーに総攻撃だ。ズドゥ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 、行けお前ら、今こそ総攻撃だ。ズドゥ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 ド